はい、えー、天才白河です。えー、今日はですね、あの、時間を奪うということですね。あのー、なんですかね、まあ、相手がね、こうコードをカバーする前に、ね、早くボールをね、こう、あのー、コートの向こう側にこう、到達させる。えー、こういう、なんですかね、相手のフットワークに対して、こう、 まあたら、早い時間でね、ボールをこうトータルさせるということが、まあ、ゲームになるんだけど、まあ、そこでそういうのう時間を奪うっていうのをね。で、あの、これはね、もう正直ね、もうできるだけ早い時期にね、あの習得してもらった方がいいです。あのー、まあ、とりあえずどんなものかですね、あのー、一回あの図を出すのでね、あの見てみてください。 また図でね、あの、説明しますけど、例えばここでね、こう皆さんがいてね、これコー,コースをね、これ皆さんですよ、ボールこっちにコース打ったとしますよね、ポーンってね。そうすると、こういうコースに入ると、相手こっちに立ちますよね。で、相手こっちにいると。ですね。で、相手がボール返球したと。で、こう皆さんがここで打つときに、しっかり溜めて、反対側こう打ったとしますよね。でも、皆さんが打ってる間に、溜めすぎると、いくら相手ここに立たせても、真ん中戻っちゃうんですよね。 で、また真ん中戻った相手に対してコースコースをパーンと打つと。で、また、あ、この人がまた返球して、えー、あの、またボール返すんだけども、ここでまた時間を貯めちゃうと、相手がまた真ん中に戻っちゃうと、ええ、いうことですよね。あの、これ、 こういうこここととを繰り返したところですねうういうコーナーいくら打ったってあの何の意味もないじゃないですかだってコーナー打ってであのボールが、ね、あの戻ってきて打つ時には相手だけにって真ん中に戻っちゃうんだったら意味ないでしょだから時間を奪うでどういうことかっていうとコーナー打って相手をこの端に立たせたら相手が戻ろうとする時にもうこっち打っとかな駄目なのね極端に言えば。ということは あの、相手、相あのまず相手をコ,コーナーに追い込んだら、次は時間を奪わなきゃいけないんですよ。ここで時間をためちゃダメなのね。時間を与えることになっちゃうから。で、えー、まずそのま、まず時間をね、こう奪う。例えばこう時間を奪うっていうことは、あの、まずスピードを上げるも時間を奪うだし、で、あの、距離を詰めるっていうのも時間を奪うだし、それとライジングとか速いタイミングで打つってるのも時間を奪うなのね。 ねあの、いくらこうスピードボールを打ったとしても、相手真ん中変えられたら意味ないから、できることであれば、相手を外に追い込んだら、できるだけポジション上げて、速いタイミングで打つと、えー、いうことがね、あの、必要となってくるんですね。で、ここで、あの、早いタイミングで打てないっていう子はいつまでたっても、相手にコートカバーされてしまうと、えー、いうことです。 えいかがでしょうかあの、えっ、ー、と、コーナー打っても、打つときにためまくっちゃうと、相手また真ん中戻ってんじゃんみたいなね。もうこういうの結構あったりするんですよね。なので、まあ、基本的には相手、コーナー打ったら、相手が戻る前に返球できるかどうかということですね。で、やっぱりね、あの、えっ、ー、と、今まで、中学生ぐらいになってね、あの、 結構、あの、しっかりね、溜めて打つ子がいたのね。その子はそれミスは少なかったんだけど、溜めないと打てないわけよ。だから、あの、また早いタイミングとか、また距離を詰めて、あの、打つとかっていうのがね、こう、どうしてもね、確率が悪かったのね。なので、その子は重いボー打つけど、全部コートカバーされちゃうのよ。で、で、それをね、あの、なんていうのかな、早いタイミングでやろうとか、まあ、ライジングとか、 なんかいろいろやったんだけどね、こうミスだらけなのね。で、あの、またらその、早いタイミングで習得難しいから、時間かかるじゃない。でも、やっぱりその、なんてうかね、こう大事な試合がね、やっぱり、あの、高学年になればなるほどね、やっぱりね、こう、だんだん増えてくるのね。で、そうなってくるとどうなったかって、結局、また自分のね、あの、スタルに戻しちゃうのよ。ほぼほぼ治らないっていうかね、治らない子いますよね。 でも何ですかねあの時間をかけてねそのなんていうんだろうあのー、やっぱりこうミスしてもいいからどんどんトライしていってあの時間を奪いに行こうっていうことにねトライしてる子っていうのはあのー、結構どういうんですかあのー、うまくこう習得はしてくれるんだけどこの辺はねやっぱりなんていうかね早い時期に練習してもらった方がいいですよね。 あとからなればなるほど本当にね、ちょっとなかなか難しいし、あの、習得がね、こう難しくなってくるんですよね。で、それとあともう一つこのボールのこう入り方ですよね。だから、その、なんていかね、あの、いつもこう自分が同じような入り方しかこうできてないから、例えばその、何ですかね、あの、まあ、ボールの後ろに直線的に入ったり、 で、あの、まあ、人によってはね、こう直角で入れとか、回るように入れとか、一旦下がって入れとかって、あいろいろあるでしょ。で、あれ、あの、どれも間違えとかそんなんじゃないのね。あの、絶対これね、あの、条件ってこう、あの、出てくるもんなのよ。で、そういうふうなものを、あの、 何て言うかね、こう、まず自分で、まず習得っていうか、あ、回るって、回りながり入ってこうなんだとか、一旦下がって入ってこうなんだとか、直角で入ってあるのはこうなんだとかね、分かってくるとね、あの、何て言うのかな、その、 あの例えばライジングでの入り方はどうかとかね、あのそういうのも分かってくるんだけど、なんかこう、いつもなんか自分の棒の入り方がなんかよく分かってない子だったら、おそらく、ね、こう時間の奪い方ってのは多分厳しいんじゃないのかなと思うのね。まあ、下の方の概念はね、あのフットワークと時間との概念というのを出してるんで、まあよかったら一回の見といてください。かなりミス減りますよ <laughs>、ね。で、あの、やっぱりこの時間を奪いに行った時にそのミスが多いっていうのが、そこがやっぱり、 あの、キーポイントにこうなってくるのかなということですね。もうミスの戦いですよね。まあ、でも何て言うの工夫の仕方によってはそのミスをあの経験しながらあの何て言うんですかね。あの習得するっていうこともできるから、やっぱりその何ですかね。さっき言ったこうはい、ボールへの入り方ですよね。それをもうちょっとね。あのまあできるだけボールに回って入るとこから覚えてもらったから実際行った方がいいんですよね。で、あのもう一つはなんていうのかな？あの。 どうううんだろうあのコートがねやっぱり後ろが狭いっていうのがあるから前後の動きが少ないでしょうだ前後っていうことは下がるだけじゃなくて前入って打つっていうことも結構機会としてあるからだから何ていうのかなあのー、こう前に入ってボールを打つっていうことがねこ非常にやっぱり。 あの回数がたくさん練習できるんでやっぱりこう前後に動くっていうのをねあのちょっとやってもらった方がいいんですよねでちなみにその前後の動きっていうねちなみにね,あのねあの前にへばりついてる子ほどねあのドロップ弱いんだよねなんかねあのであの特に前に入るこうチャンスボールっていうのをねミス結構してるのであのそれは何でそういうことが起こるかっていうのをねちょっと一回ね私ねスペインのコーチに教わったのもねちょっと紹介してみたいと思うんで、ね、一応見てみてください。 えー、スペインのコーチにですね、私言われたのは、あ、日本人は前にへばりついてるからドロップ弱いんだとかって言われたんですよね。え、なんでとか思ったんだけど、なんでかっていうと、<laughs> 横に動くんだって言うんですね、こう日本人っていうのは、横が、横しか動けないって言うんですよ。<laughs> 前言ったら 後ろがないから、ちょうどこれ、後ろがない表になってるからちょうどいいんだけど、後ろがないから横に動いてるってか、ね、下がったら壁に当たるみたいなね、あの、そんな感じね。一応、誰はどんなことされたかったら、あの、実際私コートに立たされて、あの、あの、テストされたんですよね。で、左右振り回されるんですよ、こう、横にね、こう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 。で、私下がらないんでね、こういう、こう動いてるのね。急にね、ドロップペッと打ち合うのね。だからこう動いてるから、急に、あーってこう、ダッシュが遅れちゃうのね。だから 横に動くとダッシュ遅れるって言うんですよ。ね、で、もう一つは、横に動いてて、急に前にこう、チャンスボールに決めに行っても、やっぱりそれっていうのは、あの、慣れてないから、だからやっぱりどうしても質がこう、あの、良くないと。常にこう横に横を動いて前、横横横を動いて前だから、だからまあ質が悪いと。 だから、あの、一旦こう、下がれってね、こう一旦下がって入れてね、下がって入れってね、で、下がってるとどう動くかっていうところにね、常に端,端に打たれたとしても前し、前でしょ前でしょ前だからドロップやってもいけるっていうんですよ。だ常に後ろだと、前に前に動いてるから、だから短いボールを来ても、あの、あの追いつくんだと。それと、後ろにいると、矢が何でも短いボールをケアするじゃない。だ気持ちは前に置いてるから、 だからあの何ていうんですかこの,この後ろから常に前に前に動いててであのかつそのドロップ取れる人っていうのがもしポジション上げたらめちゃくちゃ早いでしょとこういうことなんですよね。でそういう意味であの前弱い人は逆に下がったとこから前に入る練習しといた方がまあ早く入れるトレーニングになるよということなんですよね。 えー、それともう一つはさっきも言ったように、あの前に入る、時間を奪うショットの精度が悪いっていうのは、やっぱりこの横を動く中から前入る、横を動く中から前入るだから、どうしても精度が悪いけど、後ろから常にこう前入ってる人っていうのは、えー、どんなことが言えるかっていうと、常にな、なんていうんですかね、向かってくるボールに対して前に前にこう入ってるから、だから前にこう入る、こうチャンスボールの、の ミスが少ないんだってっていうのはいつもだって前入って打つじゃんってこういうことなのねじゃ日本人横に動いてからあの打つでしょってこう横動いてから前に入るでしょってでだからどうしてもこのあの横に動いて打つボールも結構多いから前に入るボールの回数が少ないんだとでもあの常に一旦下がった状態から入る人っていうのは常に 前で打つ前で打つっていう習慣だからあの横横前じゃないからだから前に入るボールがに対してのミスが少ないんだっていうわけですよねなるほどと、えー、こっちの方がだってあの前,であの前に入って打つ練習,あの練習ばっかりしてるけどてあの前にへばりついてるとあの横に動く中にたまに短いボールが来るから前に入るっていうことをやってるから全体的に前に入って打つ回数が少ないでしょって言われたのねまあ確かにね と思ったのねでまあ前に立とうが後ろに立とうがそれは自由だけどでも常にこう縦に動くということねボールに対してこう回って入るということをしっかりやった方がいいよということなんですねでもこれ回って入れるのとは思ったんだけどまあ実際ねでもねあのこれはねあのボールの入り方知らない人がこれいきなりやろうとしても多分ミスすると思います。あ多くの多くの人ここれ、ね、見てるるとと、ね、んんななできるはずないじゃんとか思ってる でしょ <laughs> あのまあ,あのうちの方のねあの、えー、っとボールの張り方と時間の A の概念っていうのを見てもらえば多分分かると思うんだけどあのかなりミス減りますよ。でこれが分かってないからっていう横に動いてる人が非常に多いと、えー、いうことなんですね、まあ。横に動いて打つ場合もあるんですけどやっぱりこう縦に動くということをもうちょっとあのやってもらった方がいいんじゃないかなと思います。 いかかがでしょうか常にこう下がって前に入って、下がって前に入ってってやるから、つまり前に入っていく、あのなんか入っていくボールに対してのね、免疫がね、結構つくんだよね。で、日本人は横動いて前でしょ、だから、あの前に入るね、あの入り方も浅いし、それと、どうしてもなんていうのかな、あの横動いて前だと、ドロップもね、一歩遅れたりとかするのね。 あの、そういうふうなことがあるから、やっぱり下がってる子って実は、ね、絶対気持ち前にあるから、絶対こう、早くしざるを得ないから早いんだよね。あの、そういったのをこう、分かってもらえると思うんだけど。あの、だからそれ前後に動くと、結局、ライジングなんかも覚えやすいよと。で、横方向動いてるか急に前に入れてたら、これライジング結構ね、あの、習得難しいんだよね。あの、そういうのがあるからね、やっぱりコードはね、やっぱり、ハードコードで後ろがあった方が、 やっぱりこういうのは練習はしやすいんですよね。まあうちは土日の、下の方でね、土日の練習会もやってるんで、まあよかったらね、あの一回来てもらえれば非常にいいんじゃないかなと。一応年齢を分けてるので、ね、あの、ちょっと上の年齢にはちょっと入れないので、その辺はちょっとあのご了承ください。あの、そんな感じでね。で、もう正直こう、なんていうかね、この時間をバフ話に戻るけど、あの、中学までにそれやっと,あのやっといた方がいいし、 あの、そのがあと楽。で、まあ、中学以降に、その、早いテンポをね、覚えようっていうのはね、非常に苦しいです。あの、できないわけじゃない。結構苦労する。結構苦労するのでね。あの、皆さん、ちょっとね、あの、その辺は早めに取り組んでもらった方がいいし、で、あの、取り組みが遅れた人も別に、ま、あの、まあ、手遅れとかそんなんではないと思うんだけど、結構ね、あの、どういうかな、あの、自分で、 しっかりと、あのー、ちょっとミスを恐れずにトライしていくってことが必要だと思います。で、あの、効率のいいね、その、前の入り方、ミスを減らす方法はね、またね、下の方ね、概要欄でね、あの、うちらの、あの、ボールの上の入けど時間的概念ってあるんで、あれまたリリースしたんでね、あのー、 バージョンアップしてるので、も、ま、し、あ、もしよかったらね、それあの参考にしてもらえば、おそらくね、前の張り方のね、練習はね、すごい時間短縮できると思うので、あの、一回利用していただけばいいんじゃないかなと思います。えー、というような、頑張ってください。